みやチャンネル始まりました。さあ、ということで今回はですね、メイクをしていきたいと思います。イエーイ。こんな感じですね、すっぴんは。現在のすっぴんです。でも割と眉毛もある方かなと思いますし、いろいろありますよね、女の子の問題っていうのは。とりあえず、化粧水とか今日持ってきてないものとかもあるので、とりあえずのもので化粧水をやっていきたいと思います。最初は前に仕事で化粧水忘れた時に買ったシーラボのエスト LC ギルというクリームを塗っていきます。これをとりあえず伸ばしていきます。普通にメイクするからね、目元とかあんまちゃんと保湿してない人が多いっていう、ヘアメイクさんとかが言ってきてて、やってない人が多いんだって。意外とまつげにも保湿をさせないと抜けたりとか乾燥したりとかするらしくて、保湿をね、まつげも保湿をするっていう。だからしっかりこうやっていきます。はい、クリーム塗ったら次こちらラポッシュポゼ、で最近ハマってる下地&ファンデーション、アウィークのフットンアハッピーフェイスティドっていうやつ。これ塗ったら顔色が一気に明るくなるし綺麗になるので、やってみましょう。もうこれだけに頼っていきます。でファンデーションは外に広げて塗っていく方が厚み感が、基本的には手で塗ります。今さっと塗ってこんな感じです。こっちはすっぴん、名前てなくて、そう、すっごい肌の明るさがアップして、どんどんアップ。はい、そんで顔全体のパウダーは塗りません。塗りたい人は塗ってください。でじゃあ先にこれ、キャンメイクシェーディングですね、パウダーを使っていきます。シェーディングをしていきます。私もうめんどくさがりであんまやってなかったんだけど、やった方がいいんだって。こういう卵型になるのが理想的なので、これをシェーディングで影みたいな感じにしていくために、あ、薄く塗っていきます。このあたりをしっかりやった方が顔がこうちょっと締まった印象で、チークどうしよっかな。こばちゃん選んでいいよ、フーミー。じゃあ今日はこばちゃんセレクトでフーミーでいきたいと思います。使ってんのがこのフーミーのブレンドチークカラーっていうやつ。これめっちゃ可愛くて3色入ってるのか、でもね、パッパッパッとなんとなく3色つけるようにかシュシュッてやって、この私はこの鼻のちょっと横、こばのチークって言われているやつを入れます。ちょっとこれを伸ばしていく、なんかうまいこと広げて、この感じに乗せていきます。自分で調整しながら、もうちょっとだけ鼻の上の方に、これは統一感を出すためにで、やりました。そしたら眉毛、ここ眉毛、最近はこれエチュードハウスのドローイングハードブローペンシルってやつ描いてきます。眉毛に足りない部分、眉毛結構入るような、頑張って生やしても足りないなみたいなところだけここ描いてる感じ。眉毛マジでいいじゃないかな、眉毛溶かした方が良かったんだわ。先に溶かした方が後から眉マスカラを塗る人は特にそうだけど、眉マスカラを塗った感じに合わせるためにこの眉毛ちょっとこう整える。私は眉毛を立てる感じにしたい人なので、ちょっと上目にしてってます。りりしい。フーミー使ったからフーミーメイクというか、それでいこうかな。眉マスカラもフーミーで、ブライトブラウンっていう色に先に色を入れ込みたいので、逆にこう入れて、
ーミーの眉マスカラは繊維が入ってるから眉毛少ない人とか毛をもっと増やしたいなみたいな人はいいと思います。次はダイキービューティー02番オールモイスト、うん、ちょっとオレンジっぽい感じ、レンガ色みたいな感じかな。これは塗ったらば指でポンポンします。これからアイシャドウを塗るのでシャドウが濃くなりすぎないようにリップの感じを見て、アイシャドウを塗っていくんだけど、このままポンポンしたこの指で塗るのでやるんですよ。同じ色使ってるから顔面が気にしかないと思う。まあ、もっとちゃんとやりたい人はこれを使ってください。似てる色がエアフィットクリームアイシャドウ、これを使えよって感じだと思うんですけど、もうちょっとちゃんとメイクしたいなって時はこれを塗ってください。そしたらこれを目のこの下にも入れます。アイラインはこの&Bを使っていきます。ミアはブラウンを使います。これがね、マジで描きやすくてびっくりしたの。最近はほんとこの端っこだけビュッて引くぐらいなんだけど、この細めに上は塗ります。際にこの筆を置いていく感じで、ポイントはこの黒目の上の部分だけは若干太く、最近はもう目に沿ってって感じ。この二重のこの線よりも微妙にちょい長く下ろす感じ。そうするとたら目が、まあ、強調されるっていう感じです。同じようにこっちも描くってよりはもう筆を置いてく、こんな感じかな。で、まあ最近ほんとマスカラもあんま塗ってないけど、基本ブラウン系が好きなので持ってることは持ってます。ウィゼのブラウニッシュマスカラ、普通のマスカラ茶色、これはね、なんかね発色が良かったかな確か。一応塗ってみる。目がパチッとする。毛が黒かったり髪が黒かったりする人は黒の方が、まあ、馴染みはいいと思うけど、ちょっと抜け感出すんだったらブラウン系とかレッド系みたいなのか赤みがある方が可愛いかなと思います。目元はやっぱ赤ピンクみたいな色味が入っていると女性らしい顔の印象になるから、うん、こんな感じでブラウンだけどちゃんと色味が出るっていうのでおすすめです。これはやっべ忘れてた、ハイライトね、大事な。じゃん、3のシマリンググローディオ01っていうやつなんだけど、これはナチュラルに仕上がるハイライトだなと思って使ってて、入れるポイントは絶対入れるのはこの鼻のこの部分とこの部分で、全部にガーって入れると、ただ鼻目立たせたい人みたいな感じになっちゃうから、このね目の横とここら辺へこんでるところ、鼻がキュッてなってるところにポンって入れて、これをちょっと伸ばしていく感じと、この鼻のてっぺん、この2箇所塗ればもう大体もう鼻は高く見えやすい。この目の周りを明るく見せたいので、ちょっとこの辺に、光が入ってくるから、あんまりこうクマとかが目立たなくなるっていうか気にならなくなる。光とかの時もこの辺がツヤっと見えるから、ここが沈んで見えないでね。だからこの辺に入れる。顎のこのちょっとポコってしてる部分に乗せていきます。で、まあこのローライトはシャドウとしても使えるんだけど、
感じかな。最近のメイク。ということで見てくれてありがとうございました。